どうも皆さん、のっちん TV です。本日はですね、 Apex Legends、 こちらのゲームでシーズン2新情報が解禁されましたので、そちらについて動画を見て新情報の考察などをしていきたいと思います。新武器や新レジェンド、そしてマップの変化について読み取ることができます。まずは陽気なジブラルタルがぶっ放してるところから始まって、そこは後ろからカバーされていく。そして今チラッと映ったのがクリプトですね。新レジェンド、ノートパソコンを操作している。でミラージュがエルスターという新武器を撃っていて、奥端に当てていく。いや、かっこいいっすねこのムービー。疾走感あふれる。奥端見るとね、フラッシーを思い出すんだけど、それについて後から話します。アクスターはワトソンのウルトで防がれているという描写ですね。新レジェンドワトソン、見つめる先にはクリプトが、このフライヤーというドラゴンを避けるためのタワーあったんですけど、これを爆破して壊してしまう。これでね、マップにね、重大な変化が起きるという予告ですね。オクタン蘇生早い。こんな早く蘇生できたらめっちゃ強いな。そしてフライヤードラゴン、シーズン2かなり盛りだくさんですよこれ。フライヤー、そしてリヴァイアさんの足、かっけえ。ドラゴンと一緒に飛べるのかな。 Apex Legends シーズン2 Coming July 2。というわけでアニメーションのムービー見てきたんですが、こっちのムービーですね、こちらは Apex の公式の YouTube で上がっているムービーで、こちらに重要な情報があるのでまずは見ていきましょう。さっき言ってたフナッシーっていうのは、フナッシーと Apex Legends やってきました。概要欄にあるのでぜひ見てみてください。見てみるらしいよ。一旦全体像を見ますか。やばいことになってるけどな。まあこの映像からはね、新マップ、マップの変化ですね、見れるのと、またフライヤードラゴン、新しいマップが次々と映されて、かなり情報量多いんですよね。まずは一旦さらっと流しますね。キングスキャニオンもう以前とは同じではない。新スキンも出てますね。潰されてる。新しいバトルパスでもらえるスキン、そして新レジェンドワトソン、ジブラルタルのウルトも防いでいる。そして新武器、エルスター、新しいスカイダイブ中のエモートですね。そしてランクマッチ、モザンピーク使っている。リヴァイアさんがもう近いよね。そしてこれはフィニッシャーですかね。あれでチャンピオン決まるのかな、すごい。ということでちょっとずつ見ていきましょう。
で、まずこの最初のシーンですが、ここでまず新マップの地形、そしてリヴァイアさんの足が見えてますね。で、このシーン、カスケーズですかね、ここは。カスケーズのここら辺かな?ここら辺が映ってますね。で、このシーンからわかることは、まず、かなり建物が増えてますね。で、あとは、サプライボックスも増えている。で、ここの家だけは、残ったままかな?ここの家は変わんなくて、ここに川があるのかな?っていうところだと思うんですけど、かなり建物増えて、高架地点としては、物資が豊富にありそうですね。このシーンでもわかりますね。このシーンが、まあ、カスケーズの砲台側の岩が見えますよね。こっちが砲台から流れてくるところですかね。この角度から見ても、高いところ、高所が取れる建物が何個かあったり、あとカプセルのところも高所取れるので、結構ね、高低差に富む地形となっていて、まあ、強ポジがかなりありそうですね。そしてここ。ここはまだ以前のマップのままですけども、ここのシーンは、マーケットの横ですね。マップで言うとここのエリアですね。ここが完全に破壊されて、もう川まで橋がぶっ壊れてなくなって、ここの家とかもなくなっちゃってますね。その代わりサプライボックスが配置されている。こっちの家はまだ無事なんですけども、ここのね、まあ、緑が生い茂ってた高台のところが削られて地形が岩場になってますね。で、ここのバルーンがまだ健在なので、バルーンで移動することはできますし、こっちのサプライボックスは変わってない。なんで、ここにリスポーンビーコンはまだ健在かなっていうところですよね。でね、このマップを変更していくというやり方なんですが、まあ、フォートナイトとかでもあって、まあ、配信で私の生放送で常々言ってたんですけども、まあ、マップは新しいマップを開発するのはすごい難しいものだから、まあ、一部分を変えていったり、変化してさせていったらいいんじゃないかっていうことを常々言ってたんですけども、まあ、実際開発していたようですね。いや、本当にこれめっちゃ楽しみで、マップが変わるっていうことは、気候ポジも変わりますし、あとは立ち回りも変わる。で、新しい体験ができるっていうことで、非常に素晴らしい取り組みだと思います。まあ、シーズン1回におき、毎回変わっていくっていうことであれば、かなり期待できますよね。はい。で、次がここなんですけども、こちらはリパルサーを映してますね。マップ右下のリパルサーの倉庫エリアですね。ここにドラゴン余計みたいな電波塔みたいなのがあったんですけども、これが、先ほどの爆発によって壊されて、まあ、デモリッション、爆破されまして、完全に崩壊しているという形ですね。まあ、この画像では、まあ、建物とか、まあ、この倉庫のエリアはまだ変わってないのかなっていうところで、ここはアサリはあまり変わんないのかなっていうところなんですけども、ちょっと気になるのが、ここを見て、このですね、倒れた塔、これ登れるのかな?ここに登れるのであれば、まあ、生き残りの強ポジみたいな隠れるポジションとして、まあ、ここら辺が安全地帯だったらですけども、隠れてここに潜むということもできるかもしれません。まあ、ただここ高い高所なので、マップに戻れみたいな表記が出るかなというところなんで、まあ、こっからスナイプするのは30秒とかそのマップに戻る時間の中の一部になってしまう可能性もあります。ただ、ここら辺の中腹だったら、マップ内っていう判定だとしたら、いけるかもしれない。まあ、ただね、あんまり遮蔽ないんでね、逆にスナイプされちゃう的になっちゃうっていうところで、まあ、ここが強ポジになるかは微妙ですけども、安全地帯であれば、結構強い。まあ、隠れるには強いポジションになるかもしれないですね。これ。まあ、ちょっと高いから絶対エリア外だけどね、ここはね。マップに戻れって言われるだろうけどね。この中腹に潜んで黒とか白とかのスキンだったら潜むのはワンチャンいけるかもしれない。まあ、滑って落ちる可能性もありますけどね。ただかなり変わった。さあそして、ここはブリッジエリアですね。マーケット抜けて洞窟抜けた先のブリッジのところが映されてます。ここの橋ですね、ブリッジ。で、ここも前後でかなり変わっていて、もともとはこのように橋で繋がっていて、橋が2本、そして真ん中にバルーンがあるって形だったんですけども、これ完全にぶっ壊れて、橋は破壊されて、まあ、サプライボックスが配置されてますが、家が結構なくなってますね。
あとはここの左にジップラインは残ってることから、上のブリッジの上のところは健在なのかな、結構スナイパーポジションは健在なのかなっていうところですね。ただここの家がなくなっているので、ここと、この家と上のブリッジとの打ち合いみたいなのが結構多発してたんですが、それはなくなるって形ですね。で、ついでに言うと、バルーンもなくなってるかなっていうところで、まあ、ここ渡るのはかなり危険になってくるエリアでしょうね。なんで、ここのマップで言うと、この洞窟抜けるところがかなりチョークポイントになって、例えばここ、右端と左端がアンチになっていたら、この家を取ってるパーティーの方が強いかもしれませんし、まあ、どっちにアンチが寄るかで変わってくる。またですね、こっちの右側の洞窟の方に建物が追加されているので、まあ、ここを抜けるとき、かなりチョークポイントになりまして、ここを抜けるのも、パーティーがいる場合、きつくなってくる可能性があります。で、チョークポイントっていうのは、まあ、ボトルネックみたいな感じで、まあ、締めるポイントってところで、地形として非常に重要なところとなってくるので、まあ、そういうのもチェックしていくのがいいかもしれません。まあ、あとは左上にもね、同じような建物が増えていて、ここがね、結構裏取られないような位置なんで、強ポジになる可能性があります。ここら辺。そしてここ、ランオフですね。ランオフの屋上上に3体のフライヤーがいて、まあ、ドラゴンがいて、完全にドラゴンに占領されてるんですけど、で、リーク情報によると、ドラゴンを倒すことで物資が取れるという可能性があるので、ドラゴンを倒して物資を漁っていくってことになるかもしれません。まあ、なんでね、初手降りた時にドラゴンとかどうなんのかよって思うんですけど、なんでね、結構人気スポットになるかもしれないですね。ドラゴン狩りに行くぞみたいな。いや、めっちゃ楽しみですね。はい、そして次映ってるのがカスケーズですね。リスポンビーコンがあるところ。マップで言うとここですね。ここのリスポンビーコンの真上からのシーン。カスケーズは完全に建物が入れ替わってました。この2本目の動画の最初に映ってたところで、かなり建物が増えていて、まあリスポンビーコンもあるんですが、岩場とかがなくなって逆に建物が増えましたね。で、最初にも言ってたんですけども、まあここの建物の屋上、ここの建物の屋上、で、こっちも建物の屋上、さらにジップラインがある。で、こっちも建物の上乗れる。あとはまあ、サプライボックスもありまして、まあかなり物資的には潤いそうな、初動人気が出そうなポジションになってますね。はい、別角度から映すとこんな感じですね。なんか建物が2階建てになってて、水処理施設みたいな感じにも見えますね。そして次のエリア。はい、そして次のシーンなんですけども、ここはマップで言うとここら辺、湿地の下、小宅の左のエリアですね。で、これがアフターの画像なんですけども、まあここの岩場が草が生い茂って、ちょっと見やすくなっている。目線は通りやすい。ただ、ここに岩が増えていたり、まあ、草むらが増えているので、かなり隠れる場所、遮蔽物が多くなってますね。で、建物もこちら。この真ん中の建物はもともとある建物なんですけども、左に増設されてまして、こちらもまあ2階建てみたいな建物があって、ここも物資が増えていて、かなり人気スポットになりそうですね。まあ、今まではここの高台とか、あとはこの屋上のところ、強ポジだったんですけども、左の建物の屋上もありますので、結構ミドルレンジでの打ち合いとかがありそうですよね。この建物対建物の屋上みたいな。あとはこっちの岩場に隠れていても結構強そうですね。まあ岩もあるし草むらもあるんで、遮蔽物を利用して打ち合いができそうです。はい、そして次のシーンなんですけども、こちらはブリッジの右側のエリアですね。化石の骨があるところで、このエリアを映してます。ここがビフォア。そしてアフター。ビフォー。アフター。アフターでめっちゃ変わりすぎだろ。まあ、岩の位置は変わってないんで、めちゃくちゃ変わりましたね、ここは。結構この坂道があって、あまり遮蔽物がない地形だったんですけども、そこが、完全に建物が建って、階段もできて、普通に基地みたくなってますね。お、ちょっと今の一瞬だけどかなり重要かも。こうなってますね。で、さっき言っていたブリッジの上っていうのがなくなってますね。ブリッジ用の建物もなくなってて、逆にこ
こっちの建物にシフトしてる感じ。なんでさっきチョークポイントと言ってたここもかなりチョークポイントで、この建物があり抜けづらいポイントになったと思ったんですけど、この登った上からは撃たれることがあまりないかもしれないですね。ただこっちの完全にこの基地が建てられて、こっから撃たれる可能性が増えてきましたね。で、さっき言ってた建物もこっちにもあるんですけども、このシーンを見ると、もうここかなり高所が取れるので、非常に強いポジションになりそうです。で、この建物を見れるのが3階、そして4階、フロアの数字が書かれてるんですけど、2階、3階、4階ってありますので、ここはかなり強ポジになりそうですね。で、3階が建物内入れて、4階があるのかどっかから入るのか、見えないけど、中の階段から登れるとすれば、スナイパーポジションにもなりますし、3階に陣取ってる敵に詰めるときの手段が、パスファインダー、オクタン、レイスとか以外だと、普通に歩いて登るしかないってところで、非常に強いポジションになると思います。で、まあこの建物があるっていうことで、シーズン2もね、パスファインダーが最強っていうのは、間違いないかなみたいなところにはなってきます。まあこのドアら辺からめっちゃ索敵されてたりすると、普通に登っていくのは難しいかもしれないですね。ただかなり高低差に飛んでるので、まあ面白い戦闘ポイントになるかもしれないですね。はい、そして、ケージドラゴン。檻に入ったドラゴン。あそこからも箱が出るっていうリーク情報がありましたけどね。そしてリヴァイアさん。さっきの地形から。で、新レジェンドのスキン。フォースティックのスキンですね。かっこいい。神スナイパーからの、ミラージュのフィニッシュ。これなぁ。これでさ、You are the Apex Champion って出んのかな。スキン紹介。これかっこいい。なんか仮面ライダーみたくなってる。新レジェンドは、ワトソン。ワトソンのウルトは、空爆を防いだりすることができます。フィニッシャーかな、これ。で、新武器、エルスター。これ見るとね、まあ、ここちょっと大事かも。ここをちょっと注目してみたらいいかもしれないです。何回か繰り返しますけど、まあ、レートが見れます。ここで武器の、まあ、レートが中程度で、まあ、この武器は弾速がありまして、速着弾ではない、ヒットスキャンではないんですけど、非常に威力が高いというふうに言われています。で、相談数も結構多くて、物資から出ますね。ケアパッケージから出る金武器。で、専用の弾を使うということですね。この武器もね、非常に強い。そう OP っていう、言われてたんで、かなりオーバーパワーな武器になってるんじゃないかということでね。シーズン2来たらもうみんな物資行くんだろうな。みんなケアパッケージに行ってこのエルスターを使いてえから、集まってきそうな予感がします。強そう。で、新しくは、パラシュート中にですね、降下中にエモートガール。そして、ランクマッチですね。ここちょっと重要なシーンなんですけど、ここ。これ、モザンビーク強化されることが確定してまして、アタッチメントをつけてるということですね、これは。で、この感じだと、弾数は増えてないのかな ?3 発に見えますけど、当たってる弾が。あ、3発ですね。なんで、発射弾数が変わるということはないですね。なので、ちょっとこれ自分の独自の予想なんですけど、リーク情報とかではないし、まあ、本当に予想なんですけど、なんかスカルピアサーみたいな感じの、まあ、威力が上がるか、もしくはヘッドショットが上がっているか、これ、ちょっとヘッドショットのエフェクトだけちょっとだけでかくなってるんですよね。なんで、ヘッドショットダメージが増える。もしくはなんか弾の威力が上がるか。3発なのはここで3個弾が出ているのが確定しているので、変わりないと思うんですけど、まあ、一撃でね、やれてるんで、何ダメージぐらいになってるんだろうね。まあ、50ダメージは超えてくるんじゃないかなというところですけどね。まあ、相談数がもし変わらないとすれば、まあ、2発でアーマーを剥いで、
まあ、100ダメージ出せるぐらいじゃないと強くしたって感じはならないと思うんで、威力が何かしら上がっているか、まあ、スカルキャサー的なことになっているか、まあ、もしくはアーマーがない敵に対して威力が上がるみたいな予想もありますんで、まあ、そういうような威力の修正が入っていますね。発射弾数は3発のまま変わりはないんですけども、何かしらの強化が入っているという形です。で、こっからも大事な情報。こっからがランクマッチですね。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、そしてエイペックス、プレデターという風にランクが分かれていくようですね。まあこれもね、結構でかい要素の変更で、まあ、ランクマッチ実装されることによってランク分けがされるので、まあそのランクを上げたりするプレイをしていくだったり、まあ、あとはパーティーを組んでやることのメリットがさらに増えたって形ですね。まあ個人的にはソロ用のランクマッチみたいなのを作ってもらって、まあソロのランクマッチ、ソロでしかできないモードと、あとはパーティーでやる用のモードと、まあ、分けたランクとかがあるといいなというふうに個人的には思うんですけど、まあこれでね、ランクマッチと、まあカジュアルマッチ、そしてまあイベントがあるときはエリートマッチとか、いろいろなマッチが増えるので、選択肢が広がるという面で非常に楽しみであります。リヴァイアさんが近い。フィニッシャーに新スキンが見られますね。ということでですね、エイペックスレジェンズシーズン2の情報でした。いや、かなりね、思ったより要素が多かった。以前の EA プレイ、アメリカロサンゼルスで行われた配信では、マップの変更っていうところには触れてなかったんで、また新情報が来ましたね。で、マップ変更来るのが一番まあすごいなと思ってるし、さらにランクマッチ追加、そして、新武器、新レジェンドも来るっていう情報。まあ前にも出てたんですけども、マップが変更来るっていうのが非常にでかくて、マップが変わるとバトロワのゲーム性というか、ゲームプレイの体験というのはかなり変わるので、非常に素晴らしいアップデートだと思います。いやー、ということでね、日本では7月3日かな、日本時間では来ると思うので、非常に待ち遠しいですね。いやー、楽しみだなー。いや、めちゃくちゃ楽しそう。ということでね、Apex Legends シーズン2も盛り上がってくれるといいですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価してってください。それでは、またな。バイバイ。お疲れ様です。